スターウォーズエピソード2、クローンの攻撃は2002年のアメリカのスペースオペラ映画。ジョージ・ルーカスが監督、ルーカスとジョナサン・ヘールズが脚本を務めた。エピソード1、ファントム・メナスに続く、スターウォーズの新三部作、スカイ・ウォーカー・サーガの2作目であり、スターウォーズの映画としては5番目に制作された。青年に成長したアナ・キンの苦悩や、 パドメアミダラとの禁じられた恋愛、そして、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなある希望で、オビワン・ケノービとルーク・スカイ・ウォーカーの会話に登場した、クローン戦争の海戦の発端が主要なテーマとなっている。2013年に、デジタル 3D 版が公開される予定だったが、2012年10月に、ウォルト・ディズニー・カンパニーが、本シリーズの制作会社、ルーカス・フィルムを買収し、 エピソード7にあたる、スター・ウォーズ・フォースの覚醒をはじめとする、続三部作である、エピソード7.89の映画制作の決定に、伴いその制作に尽力することとなり、延期になった。しかしその後、2013年7月26日から7月28日に、ドイツのメッセージ戦で開催された、スター・ウォーズ・オフィシャルファンイベントの、スター・ウォーズ・セレブレーションヨーロッパに似て、初めて、 本作のデジタル 3D 版がイベント上映されている。遠い昔、遥か彼方の銀河系で、スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナスより、約10年後、旧体依然として、腐敗による、機能低下が進む、銀河共和国を見限り数千の政権が離脱を、表明、元時代のドゥークー白爵を中心に分離主義勢力を、形成して、 共和国との間に緊張状態を生じていた。この事態に対して、共和国の軍隊保有の是非を問う原動委員議会での投票のため惑星コルサントを訪れたパドメアミダラ原動委員議員は爆破テロに遭遇し、パドメ自身は難を逃れたものの多数の自重が犠牲となる。パルパティーン最高議長の計らいで、オビワンケのオビと若きアナキンスカイウォーカーがボディーガードをすることになり、 オビワンとアナキンはパドメを狙った、四角ザムエイセルから彼女を守ることに成功。ザムを捕らえて口を割ろうとするや、別の四角にザムは殺されてしまった。オビワンはザムを殺した狂気から手がかりを得て、惑星カミーノへ向かう。一方コルサントでは、アナキンが初の単独任務として、身を隠すため惑星、ナブウへ向かうパドメを護衛するため、同行を命じられていた。 ナブーの地につき一時の平穏が訪れる中、やがて、アナキン突破パドメは愛し合うようになるが、ジェダイの掟は、誰かを愛することは執着心を生むとし、それを禁じていた。オビワンは、惑星カミーノで、亡きジェダイマスター、サイホディアスが10年前に、極秘裏に生産を依頼していた、クローントルーパーの大軍隊を視察する。そのクローントルーパーの遺伝子ホストである、 ジャンゴこそガザムを消した賞金稼ぎであると判断したオビワンはジャンゴの捕獲を試みるも反撃に相取り逃がしてしまう。オビワンは惑星ジオノウシスへ逃亡したジャンゴを追跡するがジオノウシス近くの小惑星隊ではジャンゴの巧みな操船技術に完敗。寸でのところで自らの撃墜を偽装しジャンゴをやり過ごした。 以前から母シミスカイウォーカーが苦しんでいる悪夢に、うなされていたアナキンは、パドメの計らいで共に、故郷の惑星、タトゥインを訪れる。かつての主人は等から、シミは、奴隷から解放され、遂行農夫、ラーズの誤妻となっていたことを知る。ラーズ家を訪れた、アナキンだったが、そこで知らされたのは、シミが、盗賊タスケンレーダーに誘拐されたという事実だった。 アナキンは必死の捜索でシミを発見するが、時遅く、彼女は息子の腕の中で絶命。アナキンは怒りのままにタスケンを部族ごと虐殺する。ジオノーシスに着陸したオビワンは、そこで分離主義勢力陣営のドロイド工場を発見するが、シス教のルークー伯爵に捕らえられてしまう。ドゥークーはオビワンに共和国がすでにシスに乗っ取られ、 元老院も多くの議員がシスの配下にあるという驚くべき事実を告げる。その上で共に戦おうと持ちかけるがオビワンは拒否。その後アナキンとパドメはオビワンの救出に向かうが結局捕らえられ、三人揃って闘技場で怪物に処刑されそうになる。追い詰められた彼らのもとに闘技場でバレないよう変装して見守っていた。 メイスウィング率いるジェダイ軍団が救援に現れ、戦闘の最中ジャンゴヘッドが命を落とすが、やがてジェダイ軍団は、ドロイド軍の圧倒的な物量の前に窮地に追い込まれる。そこへ援軍として、ヨーダ率いるクローントルーパーが乗り込んだ、複数機のリパブリックガンシップが降下。クローントルーパーが加わったことで、形勢逆転したジェダイ軍団は、闘技場を越えて、大戦闘を展開。 アナキンとオビワンは逃亡する、ドゥークー伯爵を追いかけるが、二人の力は、ドゥークー伯爵には及ばずまたも野球地に陥る。そこに、ヨーダが現れ、圧倒的な強さで、ドゥークー伯爵を追い詰めるも、勝敗を決する前に、ドゥークー伯爵は再び逃亡してしまう。その後、ドゥークー伯爵はコルサントにいる自分の死、ダースシディアス教のもとへと向かい、持っていた。 デススターの設計図を手渡す。シディアスは、ことは、世の思い通りに進んでいると告げる。ジェダイ聖堂ではヨーダがオビワンとメースウィンドに、クローン戦争の回戦を告げる。外では何万ものクローントルーパーが、分離主義勢力との戦いへと出陣し、その様子を、パルパティンら元老院議員たちが見つめていた。その中の一人、ベールオーガナは、悔しそうな表情であった。 ナブーではパドメとアナキンの結婚式が取り行われていた。カッコ内は日本語吹き替え本作の日本における商品展開で特筆すべき点はガンコのみである。日本ではポピュラーなものだがアメリカにはこのような種類の商品がない。そこで日本におけるスターウォーズの代理判権窓口として契約していた小学館の小川県はルーカスフィルムに行くたびにガンコのみを お土産として持っていった。5年の努力の結果、本作のがん好みにおける商品化が決定した。ルーカスフィルムのスタッフには、眼ンで話が通じるとのこと。ありがとうございます。